ちゃうな。早くみんな来ないかな。二人とも、のんびり待ちましょう。なんでも寝て待てよ。ルカってば、寝て待つのは、カーホーでしょ。いつも通りなら、そろそろみんな来る時間なんじゃないかな。そうだね。ねえ、僕たちで迎えに行かない？わあ、いいね。ねん、一緒に行こう。じゃあ私も行こうかしら。ルカも行きましょう。あんまり走ったら、危ないわよ。みんな、気をつけてね。あれ、ミクは行かないのかい？行こうと思ったんだけど、なんだかみんなの匂いがするような気がして。クンクン。みんな、まさか。あ、みんな、いらっしゃい。おや、リンたちとは入れ違ってしまったのかな。それでショーの方は、それだけ晴れやかな笑顔をしているってことは、うまくいったのかな？ああ、俺たちのショーでフェニックスワンダーランドの方針転換を止めることができたぞ。本当に？やったー！おめでとうみんな！ありがとうミクちゃん！本当にありがとう。ミクたちも来てくれたおかげで、いいショーになったよ。ああ。ラストシーンで登場してくれた時は僕も驚いたよ。素晴らしい演出だったね。ありがとう。リンとレンが一生懸命考えてくれたんだよ。だけどやっぱりこのショーが成功したのは司くんたちが頑張ったからだと思うよ。いや、このショーの成功は俺たちだけではなくみんなの協力があったからだ。誰一人欠けていてもこのような結果にはならなかったと俺は思う。司くん。うん。みんなみんな、本当にありがとう。まあ、未来のスター天馬司の存在がかなり大きかったのは事実だがな。はあ、あいつ、いいセリフを台無しにする天才。ステージの上ではその才能は抑えてもらえるとありがたいね。おい、聞こえているぞ。本当にみんなみんなおめでとう。ミク、とっても嬉しくて嬉しくて胸がむぎゅむぎゅもちゃもちゃして。もちゃもちゃだからそうしよう。こんなにいいことがあったらやっぱりうん、そうだね。僕も一緒に歌わせてもらいたいな。ああ、大歓迎だ。俺もこの気持ちは言葉だけでは語り尽くせん。じゃあ、お祝いのショーとしゃれ込もうか。みんなでお祝いワンダフル。うん、そうだね。やろう。それでは行くぞ。客席も、用意はいいか？とんでもワンダーズ。時代でいいよ、僕
また素晴らしいショーをやってしまったな。僕もすごく笑顔になれたよ。ありがとう、みんな。行ってみよう。ああ、リンたちも戻ってきたみたいだよ。じゃあ、みんなでもう一回やろう。はいはい、リンたちにもショーの結果を話してからね。それに、他にもいろいろ話すこともあるし。あ、そうだった。話すこと？なになに？あのね、私たち宣伝大使っていうのをやることになったんだよ。宣伝大使？フェニックスワンダーランドの外でも宣伝のためにショーをやることになったんだ。それは面白そうだね。そうだろう、そうだろう。リンたちにも教えてあげなくっちゃ。みんな、行こう。宣伝大使はこの天馬司が世界に羽ばたくためのまたとないチャンス。輝かしき未来のためにも今一度全員で気合を入れて。誰もいない。だからお前ら、俺を置いていくんじゃない。